長葉のうなぎつかみは、タデカイヌタデ属の一年草。別名、小米うなぎつかみ、長葉のうなぎずる。茎の下部は地を這い、上部は直立し、まばらに分子して高さ30から80センチメートルになる。茎にまばらに下向きの脂肪があるが、禁煙種のうなぎつかみ P、サギった手バリエーション、サビリカと比べると脂肪は少なく、また短い。葉は五生し、 短い傭兵があり、傭身は長大炎上皮士型から皮身型で、先端は、A 特形、円は、前円、基部は保、コカたち、または、矢尻形に張り出し、長さ5から 12cm、幅1から 3.5cm になる。葉の表面は無毛化、まばらに正常毛が生え、裏面葉脈状にまばらに指毛が生え、指毛は傭兵にも生える。卓洋賞は、 筒形で長く、長さ1.5から3.2センチメートルになり、膜質で、先端は、節形で、短い縁毛があり、暗赤色を帯びる。下記は7から10月。花序は、茎先と溶液につき、三棒状に多数の花をつけ、花序柄は2期する。花柄は、筒より長い。花序柄と花柄にはクローズだ。繊毛が密に生える。果敢列片に見えるのは、 学列編で、学は五新列し、列編は高大円型で、長さ3から4ミリメートル、先は丸く、ピンク色で、基部は単色で、上部は濃色になる。融水は7個あり、学編と同調。脂肪は、卵形態で3個の果中がある。果実は産業がある。痩せ家で、褐色で光沢があり、宿損する学編に包まれ、長さ3から4ミリメートルの卵型から、 長玉子休憩になる。日本では、北海道、本州、四国、九州に分布し、低地の氾濫減水湿地に生育する。足原の変園に生育することが多い。世界では、朝鮮半島中北部、台湾、中国大陸、薄ー南部に分布する。和名、長場のうなぎつかみは、長場のうなぎ角のいうなぎ角の意味は、 茎に生える刺しを利用すればヌルヌルするうなぎも、簡単につかめるだろうという意味で、本種のほかうなぎつかみ、細葉のうなぎつかみピープリーターミッサ、夏のうなぎつかみピージチョトマについて同様である。種商名ヘイシュタットサジケタは、ハーシガホ、小形を帯びた矢尻型のの意味。犬タデ属のうなぎつかみブシセクト、イクアイナコロンに属する種は、茎に、 下向きの指紋が生える。同説のうち、卓洋賞が、養生になる、石見川ピーパーフォーリータ、ママコの尻のグイピーセンタコザなどのグループとは異なり、卓洋賞が、円筒型で膜質になるうなぎつかみ、細葉のうなぎつかみ、夏のうなぎつかみ、矢の根草ピームーアリーコタ、長葉の矢の根草ピーブレビールカータのグループに属する。純絶滅危惧をく散する地域もあるが、分布は、 天在的である、高排湿地や河川敷の開発や整備が生育を脅かすリスクとなっているという、ありがとうございます。